おおはようございまますすす月7日暗号通貨ニューススででねダイジェストでお届けします今回の注目はここではなくていきなりトップの記事読まないですけどもえっ、ー、とねポロニエックス機関投資家向けのサービス参入でもなくてですねここなんですよリップル社ネム財団エマーゴなど欧州ブロックチェーン協会を設立。規制構築で EU 当局に働きかけをすするとといいうことでございますあのエーダのですねエマーゴそしてネム財団で我がリップル我らのリップル社これ強力なあ暗号通貨がですねタッグを組んでしかもブロックチェーン協会を設立ですよ暗号通貨なんちゃらかんちゃらじゃなくて私はずーっと言ってますけども肝心なのはブロックチェーンなんですよねもうね何年も行ってるんでもう口酸っぱくなっちゃったんですけども <laughs>、えー、ブロックチェーンが大事ですからね で、このブロックチェーン協会を、この大好きなね、エマーゴとリップル社、そして、まあ、ネムはよくわかんないんですけども、この3社がやってくれるということで、かなり期待が高まっております。皆さん、やっとね、ここまで来たなって感じですよね。さあ、リップルとエマーゴ。まあ、ネムを買ってもいいかなと思いますんで、ネム用の資金が私は作れてないんで、えー、まあ、このリップルとエマーゴだけでいいでしょう。この3つがタッグを組むと、どういうことになるかワクワクしますね。はい、えー、米仮想通貨取引所コインベース。 取引プラットフォームとモバイルアプリで Zcash をサポートということです、えー、Zcash ってのももう長い間私がねお話しているうこれ、ね、概念ではありますけどもコインベースが取引プラットフォームとモバイルアプリでこれをサポートしてくれるということですさらに期待が高まりますねはい SBI と R3 コンソーシアムが来年初頭に、えー、合弁会社を設立あこれなんだこれ 高打のさらなる普及を目指すということでございます、うんマネロンの疑いがある取引仮想通貨では5,944件ということになっていますけどもマネーロンダリングっていうのはリアルマネーで考えるともっともっと大きいわけなんですよね、まあ、ですんで暗号通貨もない方がいいんですけども一部そういうのも出てしまうのは仕方がないのかなと思いますでまずは仮想通貨リップロサポート R3 のエンタープライズ向け決済アプリそう XRP がね まずヒットに上がるでしょここが大事なんですよ XRPXRP ってずーっと私が申し上げてきてもう1年ぐらいになるんじゃないですかねはい12月6日昼の仮想通貨ニュースまとめ基幹投資家受け入れ体制構築進むということで基幹投資家さんがこれからさ参入してくれるかどうかってところが暗号通貨のね明暗を分けると思います今までね詐欺にかかったりとか詐欺をしたりっていう人がいるからこうやった本当にお金を持ってる人が入ってこなかったんですよまあ、ですんであんまり被害者感情をね あらわにしないいい方が私はいいと思うんですけどね、えー、仮想通貨ファンド CEO ビットコイン急落で投資家に特別な機会新たに2つのファンド発表ということですビットコイン持ち手どこまで行くんでしょうね反転の兆しはどこにビットコインイーサーやリップルの仮想通貨テクニカル分析まあ反転はどこにというよりも 適正価格に戻ってきたのかなそれとも適正価格を失ったのかなっていうところが大事ですよね。もしかしたら適正価格ってまだまだ下かもしれませんので、この辺はあまだまだ結論が出ないところです。まあ今年のね、ずっと春から年末に上がるって言っといて上がらずに、 もうそこを打ったろうと思ったら全然そこじゃなくて悪材料全部出たなと思ったらもっと下がったりとかしてねえもう安いと思って買った人は大損してるんじゃないかなと思いますえ早くね損切りして新しいスタートを迎えた方がいいと思いますねはい朝の仮想通貨マーケットハイライト12月6日分があ出てますねはいえ仮想通貨取引所バイナンス DEX のデモ映像再び公開ということでございますいろんなことが起きてますよね で次の記事が非常に大事です。ブロックチェーンで消費税の納税を追跡。タイ政府がテスト実施ということでございます。ブロックチェーンってものをきちんとトレースできるようになればあ、この税金っていうのの流れもはっきり分かります、えー。もちろんですね、不正な税金の流用っていうのも追及することができますし、えー、当然、我々の、ね、納税怠慢、納税ができてないことっていうのも筒抜けになっちゃいます。だから、ブロックチェーンによって、ごまかせなくなってくるってことなんですよ。 はい、では、本日はですね、暗号通貨ニュース以上で、お送りがしたいと思います。ありがとうございました。